今日は市川駅にあります濃厚煮干し豚骨つけ麺の店というお店に来ています。ラーメンメニューとつけ麺メニューがあります。のむさんはつけ麺から濃厚煮干しスペシャルつけ麺を頼んだみたいです。美味しそう。分厚いチャーシューが3枚も乗ってますね。なんか麺がキラキラ光ってません？盛り付けにすごくこだわってる感じがしますね。綺麗。わあ、とろとろですね。味がすごい染みてそう。どうしました？舌噛んじゃったみたいですね。慌てないでください。麺もとても美味しかったみたいですよ。煮干し系のスープとよく絡んで美味しそうですね。すいません、スープ割りってでお願いします。スタッフはあっさり煮干しラーメンを注文しました。とっても煮干しが効いていて美味しかったみたいです。こちらの店主さん、市川うらら FM のドスコイアフロという番組のパーソナリティをしてるみたいですよ。8月にスペシャル番組があるそうなので要チェックです。詳しくは概要欄をご覧ください。ごちそうさまでした。結構濃厚で豚骨煮干しの入った濃厚な感じのスープに太めの麺がバッチリ絡むみたいな。はい。